明け物橋駅は東京都新宿区住吉町にある東京都交通局新宿線の駅である。駅番号は S03 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。出入り口は新宿3丁目よりに A1A2、市ヶ谷よりに A3A4 が設置されている。ホームは新宿方面から元屋方面に向けて右カーブになっている。開業時から 長らく案内放送で注意喚起が流れていなかったが、発車表設置後にホームと電車との間が開いておりますので、ご注意くださいが加えられている。また、1997年まで当駅は富士テレビ、川田町本社の最寄り駅で、当時乗車位置に会社ロゴが使われるほか、駅広告は富士テレビのテレビ番組広告が使われ、駅アナウンスは、明けぼの橋。 明けぼの橋、フジテレビ前ですとされていた。ホームと改札内コンコースの間を連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。出入り口と改札内コンコースの間には途中までエスカレーターがあるが、A3 出入口にはエレベーターが併設されている。都庁前駅、ストム管区、市ヶ谷駅、ストム区の管轄。駅業務は 東京都へ交通協力会に委託されている。2020年度の1日平均乗降人員は28,828 28人である。各年度の1日平均乗降乗車人員数は下表の通り。駅出口周辺かつて当駅の近くに存在した富士テレビジョン旧川田町本社川田町コンフォガーデン全て都営バスにより運行される。明けぼの橋通りは以前、 富士テレビ下通りと呼ばれており、通りの途中にある念仏坂入り口には、今も富士テレビへの案内が刻まれた道標が残る。富士テレビのロゴは、八の字と共に1985年度まで使用されていたもの。ありがとうございます。